迎え入れてくださりありがとうございます。おお、秋永が来てくれるのはありがたい。重永殿もこちらについてくれるということか。いえ、父上には何も言わずにこちらに参りました。秋永、お前は景勝に随分と可愛がられていたはずだね。どうして今こちらに来た？ずっと悩んでいました。僕は元忠とは仲が良かったんです。みんなあいつのことをなかったみたいにしていて、お中将様だって元忠を可愛がっていたのに。春にあった粛清のことか。それに菊姫様の腰入れは納得がいきません。武田め、何が和睦の斡旋か、ふざけておる。重永にもこちらについてくれるよう頼んでもらえるか。もちろんです。ですが鮎川殿がすでにこちら側ですから、父が何というか。ああ、仲が悪かったね。だが、重永にはぜひ援軍を送ってもらいたい。伝えます。おお、重永殿のご嫡男殿がこちらに来られるとは。近綱？いつからそこに？今しがた参りました。影虎様、お話にありました兵糧ですが難しいです。そうか。どうせ来るなら兵糧ごと来てくれればよいではないか。無理を言わないでください。私一人がこっそり来るので精一杯ですよ。影虎様、間もなく雪が降り始めますよ。雪が降る前にどうにかしたかった。宇治政は結局来ないか。今さら言っても仕方がない。近綱、三条にはいつ戻るつもりだ？すぐに戻ります。影虎様のご様子を見たかっただけですので。近綱はいつも唐突だな。乗政様もお変わりないようで。では失礼。秋永、話せるかな？え？外に行こう。ああ、冷えるから羽織は忘れないように。影虎は優しいから何も心配はいらない。行っておいで。はい、わかりました。あの、影虎様。こんな時期に来て、重永はさぞ心配するだろう。いえ、そんな。秋永。何でしょうか？景勝を裏切ることになって、本当に後悔しない？え？来てくれたこと、心強く思うよ。でも、辛い思いをするくらいなら、戻って構わないよ。影虎様は、お優しいのですね。兄上はきっと年内は来ない。兵糧だっていつまで持つかわからない。そんな中来てくれたお前だからこそ言うんだ。決めたことを撤回するつもりはありません。影虎様のために、僕はここに来たのです。ありがとう。影虎様は、お御嬢様に似ておられますね。そうかな。こんな情けない話をするなんて似ていないと思うよ。確かにお御嬢様なら泣き言のようなことを僕になんかは話さないでしょう。でも似ています。いつも悩んで葛藤して妙なところで他人の心配をするので。確かお前は重永の謀反の後春日山城に来たのだったね。はい、人質の僕にもお御嬢様は優しくしてくださいました。みんなあの方が好きなんだね。影虎様もそうなのではありませんか？そうだね、好きだったよ。あのバカ宇治政、ふざけてる！バカバカバーカ！親方様、声を抑えてください。影虎様が近くにいたらどうするんですか？だってムカつくじゃない！あんな奴と同盟を結んだなんて一生の不覚だわ、黒歴史よ。失礼しました、俺行きます。待って影虎。お気になさらないでください。ねえ影虎、小田原に帰りたい？え？お前は私の子供なんだよ、ずっとここにいてほしいと思っているんだよ。ですが柿崎殿もこちらに戻ってきました。
俺が戻らないというのも。影虎は私のそばにいるのは嫌？いえ、嫌だなんてそんなこと思いません。だったらずっとここにいて。俺はここにいても居場所なんて。影虎がいなくなっちゃうなんて私嫌だよ。ねえ、お願い。影虎様、心を決めるしかないです。親方様は影虎様が大好きなのです。わかりました。俺もお御嬢様が大好きですよ。よかった。本当によかったよ。10月、まだ積雪には早いが、北条氏政は撤退を決めた。影虎、小笠原が会津に向かったと聞いたが本当なのか？はい、昨日出ました。お優しすぎではありませんか？小笠原様が言ったところで、芦名が助力してくれるとは思えません。宇治国から言われておったではないか。会津は影勝と和議を図っている疑いがあると。国にも帰れない人生を送ってこんな場所で散るだなんて不憫ですよ。小田原に帰りたいのか？俺の話じゃないですよ。小笠原なんぞに情をかけてやる必要もないだろうに。小笠原殿はもういいお年ですからね。会津までの道も苦労するでしょう。影勝はあれを見逃すだろうか。撃ったところで何の益もありませんよ。そうだろ、秋田が。おそらく逃げおせると思います。小笠原様よりも一緒に出た秀綱殿に向かうと思います。秀綱には申し訳ないことをした。土地城が攻められて嫡男が亡くなったそうだよ。琵琶島城に無事たどり着いてくれればいいけど。うむ、兵糧が確保できないと困るな。影広も気を使って入城できないでいます。鶴岡八幡宮への祈念も功を成しませんね。八幡宮か。お虎に関連職を譲ったのも随分と昔の話になるのだな。兄上は来年には必ず来ると。春までは遠いですね。影虎様。すまないね、少し弱気になってしまっている。影広が機会を伺ってくれているのだからまだ諦めてはいけないね。影広が来れば状況も一気に変わるに違いない。はい、影広殿は武勇にだけは優れています。手厳しいね。だけとはひどい言いようだ。あの人苦手です。そうなのか。あれのいとことは仲が良かっただろう。全然似てないですよ。影広殿はうるさいのです。高広とも似ていないね。うるさい印象はなかったな。高広殿も苦手です。そうか、秋長にも苦手なものがいろいろとあるのだね。笑わないでください。では影虎にも苦手なものはあるのか？そうですね、俺はお御嬢様には勝てないなと思いました。はっはっはっは。お虎に勝てるものなどいるものか。それもそうですね。影虎。はい。私は戦下手で有名だろ。いや、それはいいのだ、いいのだ、間違ってはおらん。だがな、それでも経験だけは豊富なのだ。まだ諦めてはいかん。助けは必ず現れるものだ。私にとってお虎がそうだったのだから。はい、まだ諦めたりしません。影虎のことは私が守ってみせるぞ。それは心強いです。ありがとうございます。うんうん、頼りにしておくれ。雪が本格的に降り始める。懐かしく
しか見えなくなる迫る影少なまざしどちらも運命尽きる時まで今だ何も知らないでいいよ恐れないことこそが進む力になるけれど同じ俺は影虎様が大好きだ長近の次になお前相変わらず気持ち悪いやつだな俺も長近とじゃれ合いたい糸魚川まであいつは来たぞ第9話お前だけは